日建レンタコムグループの皆様、創立51周年誠におめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。さて50期は総売上695億円と目標であった700億円に今一歩届きませんでした。しかし51期一般的な数え方では真に50周年である記念すべき日に700億円を超える売上高を計上することができたことは誠にありがたく、これもひとえに皆様の熱い愛車精神と真摯な業務姿勢、高い行動力の賜物と厚く感謝しております。51期は50期の反省を踏まえ、ダーウィンの生産体制の整備、トンネル事業の営業開始、ウェブパレットの投入など達成できる原因を自ら作り出し実行に移してきました。私たちの努力が実を結んでの目標達成であっただけに喜びもひとしおです。ところで日建レンタコムグループ創立の年は同時に私が生まれた年でもあります。したがって先日の7月31日をもって私も50歳になりました。かの孔子は50にして天命を知ると申しました。私はこれまで中小企業診断士や社会保険労務士といった国家資格、日商簿記や販売士などの実務資格を取得してきました。また経営学修士課程や事業構想修士課程により経営の基礎を学びながら経営の場で実践してきました。失敗も経験しましたが、それを経て今日の私があり、今日の私が目指すものがあります。これこそが天が私に与えた使命、天命であると信じます。私はその天命をエフォーリアと名付けました。エフォーリアは心の限りを尽くし、知恵の限りを尽くし、肉体の限りを尽くし、地球の持続的発展に尽くすことを通じて人々の幸せの創造に尽くすという理念を込めて命名しています。エフォーリアは目標達成のために尽力努力するという意味のエフォートと、状態や質を表す英語の設備語であるイヤーとの造語です。そこには個人を大切にし常に尽力し続ける会社でありたいという願いを込めました。さらに一文字一文字が意味を持っています。エフォーリアの最初の E、 エコロジカルは地球に優しいという意味であり、転じて地球の持続的発展に尽くすという方向を示しています。2つの F はフルフィリングです。最初の F と4文字目の F を取ったもので、希望や夢を叶えるという意味であり、人々の幸せの創造に尽くすという私たちの意思です。 O は循環する滑らかな円、前の3文字の EFF と後ろの3文字 RIA をつなぐもので、私たちの行動と提供価値が循環することを表現しています。 R、 リアライズは実行するという意味であり、転じて行動の限りを尽くすということを意味します。 I、 インサイトフルは洞察力を持ち物事の本質をよく考えるという意味であり、知恵の限りを尽くすことを示しています。最後の A、 アテンティブは人を思いやるという意味であり、心の限りを尽くす私たちの意思の表明です。そしてこれがエフォーリアのマークです。日建レンタコムグループの十字で地球を表現し、十字を地軸の傾き 23.4 度傾かせ、地球の持続的発展に貢献することを宣誓しています。さらにステートメントとしてシェアリングサスティナブルグロースという声明を付帯させました。シェアリングは共有する、
サステナブルは持続可能な、グロースは成長という意味であり、持続可能な成長を世界と共有していくことを宣言した未来への私たちのビジョンです。私たち日建レンタコムグループはこのシンボルを掲げてエフォーリアプロジェクトを推進します。思えば創業者関山忠が2億円の借金を背負い、あるのは自分の体だけとなりました。使えるものといえば自らの心と知恵と肉体のみ、これらの限りを尽くして日建リース工業を創業したその年に、私は運命に導かれるように生まれてまいりました。当時は環境よりも日本の成長が求められる時代でしたから、日建リース工業は日本国土の建設に貢献するということで日建となりましたが、くしくも今日大きな社会問題である環境悪化に貢献しているレンタル業として創業されました。これからはレンタルに加え、地球の持続的発展に対して私たちができる限りの事業を行い、人々の幸せの創造に貢献していくのです。ではどのようにエフォーリアプロジェクトを推進していくのか、その新体制としてまず執行役員制度を刷新し大幅増員いたします。その一方で役員会を廃止します。これまでの役員制度では限られた社員がずっと役員に居座ることになり、それ以外の社員は役員になることができませんでした。執行役員制度を採用し、コストも大幅に増やし、任期制にすることで役員になることを目指すことができ、名誉と高収入を得ることができる会社にします。今紹介されているのが執行役員であり、新任役員の標準年俸は1400万円に設定しました。この新体制の下で進めていく主力4事業の進撃戦略をお話ししていきましょう。日本の人口は2008年をピークに減少局面に入ります。団塊世代の全員が後期高齢者になる2025年から急速に減り始め、団塊ジュニア世代も後期高齢者となる2040年代には人口減少に拍車がかかります。逆に言えば後期高齢者が激増する一方で、労働人口が急速に減少していくのです。特に建設業は若者の入職が少なく高齢化が進んでいるため、一足早く労働力不足が深刻化します。そこで求められるのが高い安全性と高い生産性を兼ね備えた仮説として、私たちが独自開発したダーウィンです。焼却の終わった枠で稼ぐべきとの声が強いのはよく分かっておりますが、先行手すりのため墜落の危険は激減し、施工性も3ステップで他社先行手すりに比べて断然高く、運搬保管効率も高い仮説です。ダーウィンを復旧させ、建設現場の安全と人手不足解消に貢献することは私たちのミッションです。そのためにダーウィンの特許を無償で開放し、新日鉄積み木、新和、アルインコ、明治商工といったダーウィンファミリーを形成して、業界全体で利益を分かち合う体制を築きました。競合他社である山梨の三和リースや金沢の北国リースにもダーウィンを販売しています。今ダーウィンはお客様にもメーカーにも競合他社にも利益をもたらしています。仮設業界のリーダーである私たちは、矜持にかけて自社グループだけで利益を独占するような真似はいたしません。それが私たちの誇りです。人手不足は施工性の高い
SOへの流れをますます早めさせます。 SO 商品を保有しないことは時代に逆行する行為といっても過言ではありません。私たちが自社開発した NK ハンガーと NK ステージは安全性と保管効率、施工性に優れた商品であり、来年3月には NK ロータリーもリリースされ、主要商品が出揃い、進撃体制が整います。 SO シリーズはダーウィン同様に業界ナンバーワンになる可能性を十分に秘めた商品です。これを実現すべく SO 事業部を本社に設置し、強力にレンタルを推進します。労働人口の減少は必ずムアシバをゼネコンに要求していきます。 SO への方法変換によりスチールデッキが台頭し、四方向の需要が激減しました。労働人口の減少が進むと外国人労働者の雇用が進むと同時に、現場の合理化がますます進むと予想されます。つまり外足場の必要のないカーテンウォール工法の復旧です。私がゼネコンの立場ならば、付加価値を生まない仮設を必要としないカーテンウォールの開発を試みます。今は仮設の方が安いので仮設を使った方が安価であるに過ぎません。しかし仮設設置費よりもカーテンウォール費の方が安いというイノベーションが起こることは十分に想定されます。現に本社近くの日大はわずか10階程度のビルであるのに、ムアシバで施工されました。接種の開業の都合と思われますが、カーテンウォールは場合によっては許容できるコストの範囲に収まってきていると考えています。私たちは足場以外でも生活していけるようにしていくと同時に、一層社会に貢献できる会社になっていかなければなりません。その代表的進撃分野がトンネルでありベルトコンベアです。北海道新幹線もリニア新幹線も大半がトンネルであるというのは確定した未来です。3年前にトンネルには貸すものがないと言われて、なければ作るまでのことと決心し、ベルトコンベア市場への進撃を実現しました。無事北海道新幹線とリニア新幹線の現場に参入でき、貸すものがないどころか仮設資材まで山ほど出庫できました。さらに今は2000メートル以下のトンネル市場の開拓者タラントするとともに、ベルト亀裂検査機市場も創造しようとしています。知ったかぶりをして行動しないものは何も得ることはできません。すぐやるものこそが全てを得るのです。現在社会保障費の増大に伴う国や地方自治体の財政悪化によりインフラ維持が困難となっています。国土交通省道路統計年報2015によれば、すでに築50年を超える橋は181万橋に及び、また国土技術政策総合研究所我が国の住宅社会資本ストックの現状では、築50年を超えるトンネルは2万本に達します。老朽化問題を抱えたインフラは他にもたくさんあり、上水道、下水道、舗装道路、堤防、護岸設備、水門、ダム、港湾施設、空港施設、庁舎などが挙げられます。これらは私たちの生活に欠かせない公共施設です。民間においても老朽化したマンションが積立金不足と高齢化による収入減少で、老朽化したオフィスビルは空室率の上昇と賃料の低下で、建て替えや大規模改修もできなくなる可能性があります。私たちはすでにリニューアル事業部、プラント事業部、橋梁事業部を創設するとともに、 SK パネルや大量の単管足場板を保有しています。一層保有と営業力を増強し、リニューアル市場でもナンバーワンを目指します。人手不足は片枠工にも及び、フェリー片枠のような
誰にでも簡単に設置できるシステム型枠はこれからますます必要とされます。当面のターゲットは北陸新幹線です。北陸新幹線では同じような橋梁の下部工がたくさん発注される見通しであり、ペリー型枠が活躍できる現場です。システム型枠と従来の足場の合わせ技で提案できるのは私たちだけです。これまでの出庫実績からペリー型枠を使うと工期も人工代も低減されることは証明されております。さらに私たちは念願のグリッドフレックスの建築での利用普及への足がかりをつかもうとしており、水回りの低床部分対策としてアタッチメントの施策を繰り返しています。知恵と行動の限りを尽くして開発を成功させ、建築へシステム型枠を使うという画期的工法をもって進撃いたします。FRP 単管の導入と東急建設様との軌道足場開発により、私たちは鉄道分野への進撃の足がかりをつかみました。鉄道の路線は長大であり、膨大な橋梁とトンネルがあります。まさにその市場性は未知数です。この膨大なインフラ維持に貢献できるだけの仮設資材を保有し、基地を持っているのは私たちだけです。ひとたびお客様との関わりができれば、未知であった市場の知識がどんどん積み上がっていきます。単にお客様から受注をいただくだけでなく、なぜそのような注文が来たのか、実際現場ではどう使っているのか、もっと便利にできないかなどの研究を粘り強く行い、鉄道市場を創造してまいります。近年、機械学習やディープラーニング、いわゆる AI が注目され、第3次 AI ブームが起きています。当社は海外も含めて200人以上の体制で毎日膨大な図面を書いています。そこで私は CAD 操作のログを記録し、膨大な図面作成工程を機械学習させれば、図面の自動作成ができるのではないかということを思いつきました。早速機械学習開発会社に可能性を打診しています。もしこれが実現したら、図面作成コストが劇的に下がるだけでなく、不足している技術営業要員や製品開発要員を大量に補充できるようになります。すると今でさえ最強の営業軍団が無敵の営業軍団になります。またベトナムは図面作成拠点から巨大製品開発拠点に変貌することでしょう。想像するだけでも鳥肌が立ちます。シャープのメンテナンス研修に始まり、私たちは多くの学習を行い、自らを成長させてきました。私たちの成長とともに売上も増加しています。50機は仮設事業部の賃貸料が低迷したにもかかわらず、ハウス備品事業部は売上を増加させました。それは私たちが成長し、成長した分だけお客様に貢献できるようになったからです。弱かった鹿島建設様にはミリオンズの提案で認められ、戸田建設様や福田組様からは全面的にコピーを任され、地方でも新潟の第一建設工業様とは包括契約を締結するに至っています。ここの営業の現場でもフィールド活動を通じ、信頼の獲得につながっています。獲得すべきは売上ではありません。お客様の心です。人手不足が深刻になる中、現場は配管工事や下屋工事、電気工事などを別発注して、いちいち相見積もりを取ったり請求をチェックしている暇などありません。お客様には自身が出世するために良い品質の建物を作るというもっと大切な仕事があります。人間にとって時間ほど大切な資源はありません。お客様に最も大切な資源を買っていただくのです。私たちはお客様の面倒を一手に引き受け、
お客様の成長と出世をお手伝いします。そのためには様々な工事の手配を私たちもまた学習し、お客様と共に成長し、私たちも出世していくのです。ハウス備品事業部の最大の課題は顧客基盤が弱いことです。しかしこれまでのように闇雲に飛び込むだけではあまりにも能がありません。何の人間的つながりもない相手に飛び込んだところで価格競争に陥るだけです。最初は価格サービスをしても、使っていただいた方に私たちと取引をしてよかったとアンバサダーになってもらうことが重要です。情報があふれかえる時代こそ口コミが最大の信頼です。そのためにも総合戦略と合わせて紹介戦略を展開するのです。そして強固で厚みのある顧客基盤を作っていくのです。シャープのコピー機投入に始まり、スタイリッシュ備品投入、広幅プロッター投入、エアコン投入、国産ハウス投入、シャッター倉庫投入、システムオフィス投入、緊張商品投入、ミリオンズ投入、カートリッジ機投入と、私たちは次々と新製品を投入してきました。しかし私たちの新製品投入はまだまだ終わりません。パウダールーム投入、システムオフィス専用備品の投入、システムオフィスビジネスクラス投入、パネルハウス投入を行います。お客様はハウス備品のレンタル先に困っていません。新製品を血眼になって探し、1分1秒でも早く製品化することが強固で厚みのある顧客基盤作りにつながるのです。総合戦略や紹介戦略、新製品戦略を推進していますが、ハウス備品業界は多くの建機会社や地場レンタル会社がバトルロイヤル状態で火花を散らすレッドオーシャンです。そこで BGM 事業を開始しました。 BGM 自体はすでに大手である有線が存在し、今さら私たちが BGM を社会に提案しても意味がありません。しかしその世界に入って経験してみないとわからないことが多いのです。小売やサービス業は年中イベントをしているため、本来レンタルとの親和性が高いはずです。また BGM は一度入れてしまえばずっと利用料が入ってきます。半年ごとに返却され、延々と新規開拓をしなければならないハウス備品とは異なる魅力を持っています。BGM を安定的な売上基盤としていくとともに、 BGM 営業を通じて知見を積み重ね、競争の少ないブルーオーシャンを創造します。戦後50年が過ぎ、戸建て住宅も老朽化が進んでいます。一方で親の介護のために再び二世代住宅が求められる時代になっています。また相続した家に住むにもあまりにも設備が古いため、建て替え需要が増えるものと思われます。しかし一時的に近所の賃貸物件に引っ越すと、住所の変更手続きは大変です。システムオフィスを仮住まいにすれば、住所変更の必要がないばかりか、日に日に立ち上がっていく我が家を見る楽しみができます。大工さんとのコミュニケーションは大工さんのやる気を引き立て、より良い家づくりになることでしょう。私たちはこれまでロールボックスパレット、ネステナーなどお客様に説明する必要がなく、お客様も繁忙期のパレットが足りないときにレンタルすればよいとすぐに理解できる、そんな簡単な営業をしてまいりました。しかし GPS パレットの開発により、それは一変することになるでしょう。そうでなければ
物流事業は飛躍しません。物流事業部は年7割ものお客様を創出するため、新規開拓をし続ける必要があります。 GPS パレットにはお客様とやり取りしながら、お客様に活用方法を考えていただいたり、お客様のひょんな一言から提案をしたり、他のソリューションとの合体技を提案する複雑で高度な営業が求められます。今こそ GPS プロダクト、ポルスプロダクト、農産物流プロダクトを統合・再編するとともに、倉庫 IT ソリューション、運送 IT ソリューションシステムの開発に乗り出し、IT システムごとレンタルする時なのです。今は昔では考えられなかったことが起きています。情報漏洩を恐れてクローズ系の情報システムを構築してきた銀行でさえもクラウドを利用するようになっております。クラウドは言うまでもなく、情報は社外にあるシステムです。一方でプログラマーは求人倍率が非常に高く、採用が全くできない状態にあります。そして昨今、ベトナムでシステムのオフショア開発を受託する企業が増えていることを私は知っていました。そこで NIA に命じ、私たちの図面作成を受託しているように、プログラマーを雇用し、物流システムの開発を受託するように命じました。すでにお話した通り、労働人口の減少により物流業界では運転手不足が深刻になっております。運転手不足にとどまらず、手積み手下ろしをする荷役要員、物流センターにおけるピッキング作業員、小売店における品出しレジ係、物流の要所要所で人不足が顕在化しています。待ったなしの物流 IT 化時代に、システム開発力と提案力を身につけ、大きく飛躍していく時なのです。私たちは GPS パレットについて、ヒラパレットレンタル市場への進撃を果たしました。これは老舗パレットレンタル各社がインターネット時代への対応ができていないフルサービス体制の感激をついたサービスです。私たちは15年かけて14万枚のヒラパレットをレンタルするに至りました。しかしヒラパレットレンタルはわずか半年で10万枚に達し、進撃を始めています。進撃といっても、最大手は900万枚を保有し、準大手各社も350万枚を保有しています。しかし競合他社は、価格が半減すれば業績が著しく毀損することを恐れて身動きは取れません。対応を迷っているうち、彼らを決して刺激せぬように、林のごとく静かに営業とデポを強化し、風のように急速展開し、火のごとくヒラパレットレンタル市場に攻め入るのです。熱帯雨林地域では、毎年1420万ヘクタールもの天然林が減少しているそうです。この面積は日本本州の約3分の2ほどに相当し、10秒ごとに東京ドーム1個分の森林がなくなっている計算となります。森林伐採の主な原因は、焼き畑農業や農地開拓、商業伐採であり、違法伐採も横行しています。無秩序な森林伐採は、森林の光合成によって二酸化炭素を吸収する能力、保水する能力を損ない、地球温暖化や生態系の破壊などを引き起こしています。物流業界では毎年4000万枚前後の木製パレットが生産されておりますが、1本の木から生産できる木製パレットの数は5枚程度に過ぎません。800万本の木が毎年木製パレットを製造するために費やされているのです。5年で4000万本、10年で8000万本にも及びます。こうした現状を踏まえ、プラスチック製パレットへ移行する企業もありますが、価格が倍以上することに加えて、
パレットは噴出しやすいことから、依然木製パレットは生産シェアの 70% にも及んでいます。そこでミルクパレットです。ミルクパレットは樹脂にミルクパックを混ぜ合わせるとともに、プレス成形ではなく射出成形にすることで価格を劇的に下げることに成功したパレットです。木製パレットを少しでも代替し、森林破壊防止と地球温暖化抑制に貢献することが私たちの使命です。うまい。南海トラフ地震では33万人、東京直下型地震では2万3000人もの命が失われると予想されています。そこで私たちは原振ラックと原振ブレースを開発いたしました。従来の免震・制振ラックの半額の投資で済む製品。ところがいざ販売活動を開始してみると、お客様の第一声は高いです。人間はいつ起こるかわからないものにはすぐに行動を起こさないようにできています。大手物流企業ほど倉庫内部のオペレーションは下請けに委託し、自社の社員ではありませんから他人事になっているのです。しかしいつ来るかわからないだけで、災害は必ず訪れます。私たちの言うべきセリフは一つです。命よりは安いです。あなたは事務所にいるから安全ですが、倉庫にいる人間は製品に潰されて死にますよ。それは人間として正しい判断なのでしょうか。一度にやろうとせずに数年かけて実現すればよろしいのではないでしょうか。しかしそれは私たちも一緒です。私は流通センターを複数年次かけ原振ラックを計画的に設置してまいります。高齢化による社会保障費の増大や地方財政の疲弊が起こり、赤字国債の発行が常態化し、国債残高はついに GDP 対比 200% の水準に達しています。これは世界一悪い水準です。以前財政収支は赤字の状態が続き、国債残高を増やさないことすら見通しが立っていません。日本の人口は2008年をピークに減少局面に入っており、団塊世代の全員が後期高齢者になる2025年から急速に減り始め、団塊ジュニア世代も後期高齢者となる2040年代には人口減少に拍車がかかります。逆に言えば後期高齢者が激増する一方で、労働人口が急速に減少していくということであり、わずか3年後には2人で1人の老人を、23年後には1人の老人を 1.5 人で支えねばなりません。もちろん現役世代がそのような負担に耐えられるわけがありません。またその一方で社会保障費の増大で日本国債は積み上がるばかりの状態です。世界がグローバル化し、お金や物の行き来が増大する中、世界がお互いにプライマリーバランスを監視し改善を要求するようになっています。日本だけが際限なく借金を増やせるような環境にはありません。したがって介護給付制限は行われていくと考えるべきです。介護用具利用対象者の制限や介護用具レンタルの自己負担額の増加による需要の縮小圧力、介護用具レンタル料の値下げ圧力となって現れます。それは一層の自費レンタル圧力を高めることになるのです。介護事業の利益率は悪化し、改善活動を開始しましたが、これは単なる序盤戦に過ぎません。この序盤戦を乗り切り、来たるべき厳しい未来を乗り越える力を身につけてまいりましょう。売上こそ伸びておりますが、自費ベッドの配送組み立てや遠方への単品配送などによる配送コスト、
整備コスト負担により利益率は極めて悪化しています。儲かる組合と整備単価削減を実現していく必要があるのです。私は介護事業の利益率が悪い原因は4つあると考えております。1つ目は営業して良い範囲を決めていないことです。私も営業の経験がありますが、営業は目標を期限付きで背負っておりますから、目標に追われてどんどん営業範囲を広げていく傾向があります。仮に車で1時間半先の対応事業所との取引を獲得したとしましょう。するとご利用者はその周辺にいると考えられます。そこに自費ベッドの注文が入ると片道1時間半、組み立てに30分と2時間もかかります。そして今度は別方向に1時間移動して引き上げなどとやっていると 2,3 件しか配送できません。その上時間指定まで受けると1台で良いところが2台になってしまうのです。業者の残業代も問題ですが、残業代の元を叩かないと根本的解決にはなりません。2つ目はコンバージョン率とコンバージョン期間を管理する体制を私たちが持っていないことです。スマートフォンのゲームが無料でできるのは一部の有料会員のおかげです。ですからゲーム会社は有料会員のコンバージョン率をしっかり管理しています。またコンバージョン期間の管理も重要です。貸し出し期間が6ヶ月の時に5ヶ月経過してからコンバージョンされても利益は出ないのです。3つ目の原因は整備出来高や作業時間が全く管理されていないことです。常用で1日1万円を支払っているのであれば、1日1万円以上の整備をやっていただかないと私たちが赤字になってしまうのは自明の理です。決められた整備高を上げるためには個々の整備作業時間も決められてなくてはなりません。車椅子なら15分、ベッドなら30分といった具合です。そもそも介護の場合は入庫品と作業者が分かっているのですから、1日の作業計画が事前に作れるはずです。整備出来高が上がらないことを協力会社のせいにすべきではありません。すべての責任は整備出来高を管理していない私たちにあります。4つ目の原因は綺麗すぎるセンターと過剰包装です。競合他社はシルバーマーク振興会の消毒工程管理認定制度を取得していないので、センター設備が極めて簡素です。パナソニック FC10 への出庫分と他の対応事業所分を同じ扱いにする必要があるのでしょうか。例えばパナソニック FC10 向けと他の対応事業所向けと置く場所を別にして、パナソニック FC10 向けしか包装しないことなどすぐにでもできます。それだけでも手間は減ります。これらの問題を解決する手法が ABC 会計管理です。日本語では活動基準原価計算といい、介護事業の場合は整備費や梱包費、組み立て配送費、営業費などの経費を顧客別に割り振りし、みなしの顧客別限界利益を弾き出します。みなし限界利益にするのは、事務経費や本社費はその顧客がいてもいなくてもかかる経費だからです。そして一社一社について黒字化対策を考えていきます。黒字化は無理であると判断される場合には取引を停止せざるを得ません。コンバージョン率、コンバージョン期間の管理も極めて重要であり、オンラインシステムで管理できるようにしてまいります。競合他社も自費ベッドを提供しているため、当社だけ自費ベッドを供給しないわけにはいかない一方で、ケアマネージャーも施設への儲けを誘導するために介護サービスの方へ保険ポイントを回し、介護用具は自費で済ませたいという圧力が働いていることは承知しています。しかしコンバージョン成績の悪いお客様とは交渉せざるを得ません。究極は自費で貸しても儲かるベッドの開発ですが、目処すらついておりません。
さらに介護用具整備計画システムを整備します。これは前日までに誰が何をいくついつまでに整備するかを計画し、進行状況と結果を管理するシステムです。整備コストの削減が大変であることは知っています。同時に私たちは整備単価削減の実践方法も知っています。私たちはバブル崩壊後の厳しい経営環境の中で仮設やハウス備品の大幅なコスト削減を実現してきました。これは単に協力会社の単価を切ったのではありません。身近な作業改善を繰り返して達成したのです。介護でできない理由はありません。私たちの運営するサービス付き高齢者住宅は、廊下や交流の場も贅沢に広く、各種設備も整っています。しかし低年金や生活保護を受けている老人が入れる施設ではありません。きちんと保険料を支払い、ある程度蓄えをした人しか入れません。一方で年金が月額5万円以下の低年金の人は、無年金者も含めて600万人もいます。高齢者の生活保護世帯数は約82万世帯にも及び、うち9割が単身世帯です。匂いの取れなくなったマットレスの話や孤独死の話などを聞くたびに、単身の老人が本当に一人で暮らしていけるのだろうか、グループで暮らしていた方が安心なのではないかと思います。加えて日本の財政悪化の重症化によって、社会保障費の財源確保と抑制が行われていきます。その結果、医療・介護保険と医療保険の自己負担割合の引き上げ、医療・介護保険料や消費税の引き上げ、年金支給額の引き下げなどが行われ、高齢者の実質生活費はますます苦しくなっていきます。その上、長寿化や大病を患うリスクがありますから、普段の生活費は切り詰めなくてはなりません。団塊世代のすべてが後期高齢者になる2025年まであと10年もありません。私たちが開発したシステムオフィスでグループホームを作り、多くの高齢者が安い賃料で安心して暮らせる場を提供できるように現在企画を構想しています。常日頃お話しているように、2023年前後が建設市場の景気の転換点になると予測しています。景気は循環しています。好景気のままということはないのです。仮設レンタル事業者各社および在庫飛び会社は大幅に足場の保有を増大させています。ちょっとした需要の減少で足場があふれかえり、価格競争が激化する可能性は十分にあります。景気低迷による民間開発計画の延期中止による建設市場の低迷は、再び建設会社の受注競争を生み、そのしわ寄せが仮設業界に及ぶことを想定しなければなりません。そして今後の急激な人口減少を考えるとき、建設市場の低迷が長く続くことを想定しておかねばなりません。厳しい不況の中では、一度失ったお客様は帰ってきません。どんな状況であっても乗り越えられる、お客様に信頼される工場を創造するためには、強力な権限が必要となります。そこで工場管理を中央集権体制にすべく、工場事業部を設立します。工場事業部の第一のミッションは、一人当たり整備出来高の向上と整備単価の継続的低減です。そのため機械化を推進していきます。後ろの機械は私たちが誇る布板整備ラインですが、仮設の整備工場でロボットを採用したのはおそらく私たちが初でしょう。しかし中小工場では規模の経済が働かないため、このような整備ラインを設置することはできません。
そこで研修整備作業を行う小さな機械を大量導入していきます。先般9人の工場社員が参画し、私と共にクランプカウンターを製造しました。自社で開発したのは製作コストを引き下げるためと、ちょっとした機械は自作できる能力を身につけるためです。またメーカーに相談すると、メーカーを通じて私たちの要望で開発した製品を販売され、整備工程の差別化ができなくなってしまうためでもあります。整備コスト削減ノウハウは重要な企業機密といっても過言ではありません。工場中に小さな機械を配置して、工場の風景を一変してまいります。外国人技能者の採用は従業員規模に応じて制限があります。1300名を抱える私たちならば、大量に外国人技能者を採用することができます。すでに各工場で外国人技能者は採用されていますが、とても働き者であり、整備出来高も多いです。これからオリンピックに向けて仮設の稼働が高まりますので、彼らの力に大いに期待しています。また工場作業員の高齢化が進み、今後大量の退職者が出ると見込まれていますが、その一方で少子化により若年層の工場への採用が困難になります。整備要員の確保の面からも、外国人技能者には大いに期待しています。私たちの悪いくせに、システムはあるのに使わないというものがあります。たくさんの請求形態はあるけれども使わない。物件登録システムはあるけれども使わない。 2.5 次元図面拾い出しシステムはあるけれども使わない。そして工場は PC スレートに個人別整備出来高管理システムがあるのに、ずっと使われていませんでした。工場はできるだけ現場に任せてまいりましたが、今回は社長命令ということで強引に使用することを義務付けました。1万3000円の日給をもらいながら、8000円しか整備を上げていなくても、誰からも何も言われないならば改善するわけがないのです。それは旧ソ連の社会主義の崩壊で実証された事実です。それを知っているのに対策を怠るのでは、歴史を学ぶ意味がありません。学んだことを実践するところに成長があるのです。スマートフォンによる棚卸しを導入し、 2,3 の工場センターを除き、1日で棚卸しを完了させ、非常に大好評となりました。すぐに改善アンケートの実施を指示し、すでに整理済みですので、今後もっと使い勝手が良くなっていきます。しかし未だ出庫指示書や端数作りの指示書、出庫伝票などが存在します。出庫指示書や端数作りの指示書はスマートフォンに送って、積んだものを消し込んでいけば良いですし、出庫伝票もスマートフォンに送って画面に電子サインをもらえば良い話です。まだまだ合理化の余地はあります。お客様と揉める原因の一つが生産であり、あまりにも多額な特別懸念代です。もしあなたがお客様で、最初は賃貸料をすごく安くして、最後に多額の修理滅失料を請求してきたら、あなたはどう感じますか？たとえトータルで安かったとしても、私ならば騙されたと怒り、二度と利用しません。後から多額の請求をするという不意打ちをかけるやり方は、必ず人間を怒らせます。営業的に請求するか否かは別にしても、お客様への特別懸念代が過剰請求にならないように、工場側では今から特別懸念代の基本管理費への組み込みに取り組んでまいります。生産における滅失も、お客様と揉める大きな原因になっています。お客様は
全く数えていないが、私たちは数えている。少なくとも誠意は果たしているということは、何の免罪符にもなりません。預かりが発生したということは、研修間違いがあったという証左に他なりません。お客様の現場にも仮説はきれいさっぱりありません。たとえ何百万個あろうとも、全仮説資材に品番を添付し、品番間違いを撲滅します。品番を覚えなければ作業員として半人前などという考え方は、時代錯誤も甚だしいと言わざるを得ません。まして外国人技能者を大量採用しようとしている時代です。また研修前に重量を測り、理論値で研修終了後の重さと合致するまで絶対に前の製品とは混ぜないようにし、合致しないときは数え直せるようにします。目指すは預かりゼロ工場です。品番を添付したことにより現場研修ができれば一層信頼も増します。またお客様の中にはメッシュ請求されないように自分で検数する方も出てくるかもしれません。さらに仮設資材を品番で発注していただけるようになれば、ウェブ受注もできるようになり、受注手配事務が一気に削減されることも夢ではありません。品番付けは面倒ですが、やりきった時は相当の報いがある作業なのです。人間では分析不可能なビッグデータの分析をコンピューターが肩代わりできるようになったことで、情報戦が企業競争力の明暗を分ける時代が到来しました。現在営業面では取引先名、先方担当者名、当社営業名、その現場に入る飛び、構造、用途、延べ床面積、回数などの情報から受注予測ができないかを実験しています。受注確率が予測できれば、売上不足対策をいち早く打つことができます。また用途や構造からどのような仮説がいつどれぐらい出庫され返却されるかも合わせて実験していますが、これらが分かれば早めの資材手当が可能となります。所長名や用途構造からどのような資材を好んでご利用されているのか、必要となるかが分かれば、LC の提案も先んじて行うことができるようになります。修理・メッシュの発生量も予測できるようになるでしょう。こうした分析ができるようになるためには、何年もビッグデータを蓄積していかなければなりません。今、私たちの AI 活用は途についたばかりであり、どんなデータを蓄積しなければならないかを検討している段階です。しかし、この取り組みは5年後に大きな果実を私たちに与えてくれるものになるでしょう。日本は高度成長期には 10% 前後の経済成長を続けていました。しかし1973年11月に起きた第一次オイルショックを契機に、1984年以降の経済成長率は 5% 前後まで低下し推移しました。その後バブル経済が発生し、1989年の大納会12月29日に株価は最高値 38,915 円87銭とピークをつけました。ところが一転、1990年に株価が大暴落。これを契機にバブル崩壊が起こり、その後は 1% 前後の低い経済成長率で推移しています。労働人口が減少する一方で高齢化が進行し、貿易収支が減少する一方で労働生産性の低い日本にあっては、経済成長率が大きく改善するとは考えにくい状況にあります。一方、日本の経常収支の変化を見てみると、貿易収支が減少する一方で所得収支が増加しています。所得収支とは、例えば海外に設立した現地法人からの利益配当や、出資した海外企業からの配当金などのことです。つまり日本は貿易から利益を得るのではなく、
海外直接投資から利益を得るようになっています。言い換えればアジアの成長を取り込んでいるのです。私たちも50機はタイにも進出を果たし、タイの大手ゼネコンである長官ちゃん東急様へダーウィンの出向を果たしました。今後もアジア各国への進撃を図り、アジアをはじめとする新興国の成長を取り込んでまいります。また新興国は仮設にお金をかけるくらいならば労働者に死んでもらった方が安いという依然として劣悪な環境にあります。建設労働者は家族のためにも死亡したり二度と働けない重傷を負うべきではありません。私たちはダーウィンの普及に努め、アジアの人々の命を守ります。なお国際収支のサービス収支の赤字が減少しています。これは訪日外国人の増加によるものです。訪日外国人への取り組みは人口が減少し輸出が伸び悩む日本にとっては非常に大切な取り組みです。外需の内需化を図れるからです。外需の内需化とは、本来外国人が自国で消費するものが日本で消費されるようになるということです。例えば外国人は通常自国で食事をしますが、日本に観光に来たときは日本で食事をします。これまで外貨獲得は輸出しか手がありませんでしたが、外需の内需化でも獲得できるようになりました。言い換えれば輸出しない輸出です。私はシステムオフィスでホテル運営を企画し、日本のサービス収支改善と日本の活性化に貢献したいと考えています。現在知識とノウハウ不足、時間資源不足という壁に阻まれ前進できていないでいますが、私はやらないでは気が済まない性分です。必ず実現してみせます。金融緩和を背景とした首都圏再開発の活性化と、東京オリンピック関連施設、関連交通機関、幹線道路の整備、さらに北陸新幹線、北海道新幹線、九州新幹線の延伸、リニア新幹線の整備など、建設市場は拡大に転じています。その一方で、日本は人口減少局面に入り、また社会インフラも十分に整ってきました。現在は社会的には新設よりも維持が求められておりますが、新設の需要が旺盛な状況にあります。しかしながら技術者の不足で新設受注を受けきれないゼネコン各社は、東京オリンピック後に建設しましょうよと先延ばし営業をしております。このため業界では東京オリンピック後受注は減少するものの、相応の需要はあるとの楽観論が広がっているようです。しかしひとたび景気が崩壊すれば、民間需要は延期中止になります。また仮設には常に無足場工法というイノベーションが起こるリスクがつきまといます。長期的には建設における仮設市場は縮小に向かうと考えるべきです。一方で新幹線やリニア新幹線は完成させないと意味をなしませんので、継続されるものと思われます。ここで一つだけ建設に関わるものとして言いたいことがあります。公共工事は後世に残りますが、社会保障費、すなわち老人の生活費は後世に残せないどころか、後世に自らの生活費を押し付けるものです。年金をもらいながら旅行を楽しむ老人には憤りすら感じます。まだ生まれてもいない子供に負担を押し付けて得た年金を、刹那的な快楽と排便にしかならない美食を楽しんでいるからです。その額実に40兆円です。公共工事の比ではありません。私たちは公共施設の建設および維持更新に貢献し、少しでも多くのものを後世に残して、後世の苦しみを軽減していきましょう。私は進出分野の一つとして、アグリ、すなわち農業分野を考えています。
通関統計を見ると、多くの農産品が輸入で賄われているからです。農業関係者は自らの近視眼的な利益を守り、企業の参入を拒んでいるため、企業が持つ大きな力を借りることができません。日本の農産物だけでは足りないので、食品メーカーや卸業者は海外から調達し、今では原料だけでなく加工済みのものまで輸入しています。農業をもっと開放して合理化すれば、輸入で賄われている市場を脱出することが可能となるのに、なんとももったいない話です。農業における米国の労働生産性を100とした場合、日本の労働生産性はわずか 4.5 に過ぎず、全く勝負になりません。日本の農業が輸入品に奪われている市場を奪取できないのなら、代わって私たちが成し遂げるまでです。自民党農林部会長の小泉氏は、僕がまず言っておきたいことは、農業ほど伸びしろのある産業はないということ。農業では当たり前のことができていないから、やればどんどん生産性が上がるはず。農業の成長産業化、儲かる農業への転換は必ずできますと断言しています。また、私は財政悪化から日本は信用を失い、円安に触れると考えています。円安に触れると、肉や小麦などの輸入食料品が高騰し、個人の生活苦につながっていきます。また、円安に触れるということは、他国の通貨が高くなっていることを意味します。そうなると、日本人に売るよりも中国やベトナムなど新興国に売った方が良いということになりかねません。私たちには仮説とナノバブルで、アグリビジネスを通じて日本の食の安全と安定に貢献する能力があるのです。建設需要の後退に伴う枠組み足場の過剰供給と金欠式足場への移行により、枠組み足場があふれかえるのは規定された未来です。枠組み足場はスクラップとして売ることができますが、できる限り世の中に貢献できる形で処分したいと考えました。そこで構想した事業が障害者農園事業です。枠組み足場の足を切ってプランターにすると、腰の高さで作業できるとともに、車椅子の方でも容易に作業できるようになります。一方で、私たちもそうですが、企業には一定率の障害者を雇用する義務が法によって定められています。しかし、多くの企業が法定雇用率を達成できていません。都会は障害者の求人倍率が高すぎて、いくら募集しても申し込みがないからです。一方、地方には障害者を雇用する職場が少ないのが現状です。そのため、福祉施設に通い、クッキーやぬいぐるみなどの手芸品を作って販売したり、簡単な製品組み立てを請け負う内職など、低収入で不安定な仕事をしています。そこで、法定雇用率を達成できていない企業に障害者を地方で雇っていただき、障害者の方々には私たちが管理する枠組み足場で作った農園で働いていただきます。企業は法定雇用率を達成でき、地方の障害者の方々は安定的な収入を得ることができる職に就くことが可能になります。そして、私たちは農園施設の管理料という名目でレンタル収入を上げることができます。この三方よしの仕組みを構築し、世の中に貢献していく計画です。すでに埼玉県飯能市、神奈川県愛光郡愛川町で具体的に話が進んでおります。障害者農園の立ち上げで農業の知識が蓄積されてくると、単管で作った方が安価で強度の高いビニールハウスが作れることに気づきました。実際に試作してみたところ、その通りの結果が得られるとともに、特許を出願することもできました。近年、
異常気象で竜巻や突風、大雪などでビニールハウスが破損するケースが増えています。私たちは仮設資材で作った丈夫なビニールハウスを販売レンタルすることを通じて、気象変動性の高まる中、日本の農業の安定的収穫に貢献できるのです。またビニールハウスの販売レンタルをするようになると、その付帯物であるボイラーや灌漑設備なども販売レンタルしてほしいというニーズが発生することも期待できます。日本の農業の問題点は、農業だけで生計を立てられるほどの耕作面積で農業を行っていないこと、農地の流動性が極めて低く、大規模化がなかなか進んでいないことです。そこで仮設ビニールハウスの中に仮設で多段のプランターを設置する事業を構想しています。露地栽培ではないので、農地法から解放され、また多段式にすることで耕作面積を広げることができます。まだ試験段階であり、販売レンタルするのか、作った農作物を販売する事業とするのかは決めていません。ハウス内の上部と下部の気温差、各段の日照の違いなどを計測し、試行錯誤をしている段階です。こちらのプランターは砂栽培用プランターです。砂栽培は連作障害が起きないというメリットがあります。またナノバブル水で育てたところ、通常の水で栽培したトマトの2倍の収穫量となりました。糖度が落ちてしまうという課題は残されておりますが、多段と高収穫の相乗効果が期待されています。うまい。ビティ枠と農業のコラボレーションはまだあります。ここは仮設資材で作ったブルーベリー農園です。ブルーベリーは健康食品として人気がありますが、二期作を行うことは難しく、夏以外は輸入に頼っています。私たちはブルーベリーの二期作に成功した東京農工大学様の支援を受け、仮設ブルーベリー農園で二期作を行います。また東京農工大学様はブルーベリーのレンタルという実績もお持ちです。私たちはブルーベリーを作って日本人の健康と美味しいに貢献します。ブルーベリーをレンタルして収納したい人を支援します。ブルーベリー農園を作って観光産業に貢献します。そしてブルーベリーの時期をずらした栽培を行い、輸入から国産への切り替えを促進し、仮設資材に貿易赤字を減らす手伝いをしてもらうのです。うまい。私が進出しようとしているもう一つの分野が漁業分野です。日本の沿岸漁業は乱獲により漁獲量が減っています。それを補おうと未成魚まで取ってしまうので、魚が小型化し、ますます魚が取れないという悪循環に陥っています。その上、経済的発展に伴い、中国や東南アジアでも海の魚を食べるようになり、台湾船や中国船が公海上で日本に魚が回ってくる前に乱獲するようになりました。100トンクラスの大型船で漁をしていますから、乱獲というよりも根こそぎといった感じです。各国の漁獲枠を決めて水産資源を守ろうと話し合いの席は作っているのですが、合意に至る雰囲気は全く見られません。日本どころか太平洋自体が水産資源の危機にあるのです。現にこの10年、太平洋の漁獲量は横ばいです。日本の漁業は漁獲量の減少と小型化で稼げない商売になっています。日本の漁業を稼げない商売にしている理由はそれだけではありません。宿命的な問題として、魚が水揚げされてからどんどん鮮度が落ちるという問題を抱えています。鮮度が落ちるために売り急ぎます。
こうした諸問題から水産に関わる人々は生産者から卸し、仲卸し、小売店に至るまで低収入、薄利を強いられています。こうした日本の漁獲量の落ち込みをカバーしているのが輸入品です。漁業も農業と同じく沿岸漁業振興法で守られています。やはり近視眼的にこの利権を守ることしか考えていないため、企業の力を借りることができず輸入品のシェアを奪えないのです。一方でマルハニチロやニチレイなどの食品メーカーは、冷凍加工食品市場の創造と開拓により水産業界の衰退を尻目に業績は絶好調です。それならば私たちの手で輸入品のシェアを奪取する一方で、冷凍加工食品市場への原料供給を果たして勝ち馬に乗っていくまでです。二酸化炭素活用輸送装置についてはすでに何度もお話ししていますが、多くの困難を乗り越えついに完成し、製造を発注するとともにプレス発表も行いました。51機には営業を開始できる見通しです。収容能力は荷重差の3倍に及び、特殊車両ではなく一般のトラックで運べます。劇的に荷重輸送コストを下げることが可能となります。まずはタイの活魚輸送市場を取りに行くことから始め、次に中央卸に一時熟養槽を置き、販売が決定してから締めることを提案していきます。魚は締めてから10時間後ぐらいが旨味成分が出てきて美味しく食べることができるからです。同時に居酒屋チェーンなどにタイ活魚料理を売りにすることを提案していきます。そうした営業展開をしながら、ハマチやフグ、サバなど輸送できる魚種を増やし、また魚種混合輸送も実現します。日本で美味しい刺身や寿司を楽しめるのはコールドチェーンが張り巡らされているからです。私たちは新鮮でうまい魚を楽しめる活魚チェーンを張り巡らせ、日本人はもちろんのこと訪日外国人も日本の食文化を楽しめる世界を作ります。さらには私たち自身でもタイ活魚料理店を開発します。現在では活魚料理は築地や福岡などで1万円以上支払わないと食べることができません。5000円か6000円ぐらいでタイの活魚料理のフルコースを楽しめるお店を開発したいと企画しています。サーモンは需要の半分を輸入に頼っている魚種です。そのサーモンを陸上養殖します。輸入されるサーモンはノルウェーやチリで海上養殖されていますが、海上養殖に対して陸上養殖は不利な点が2つあります。養殖のためのいけすや海水汲み上げポンプ、排水設備、バブリング装置、いけす浄化設備など初期投資が高価なことと、電気代に代表される運転コストがかかる点です。しかし有利な点もあります。海水温や塩分濃度を最も早く成長するように設定できることと、抗生物質を使用しないで養殖できることです。ちなみにノルウェーでは子供に養殖サーモンを週1回しか食べさせてはいけないことになっています。これに加えてナノバブルで海水中の溶存酸素量を自然の海以上にすることで高密度養殖を可能にし、回転率と養殖量の2つの側面で自然の養殖に打ち勝つこともできます。また円安に触れることで輸入品の価格競争力がなくなることや、日本よりも中国や台湾、東南アジアに輸出の矛先が向くことも国内陸上養殖に有利に働くと期待できます。東京オリンピックの指定食材になることを当面の目標とし、日本の朝食の定番であるサーモンの安定供給を実現していきます。またタイ活魚料理専門店同様、サーモン料理専門店も開発したいと思います。なおスモークサーモンにスクランブルエッグと
特別ソースを絡めて食べるのがノルウェー流のサーモンの食べ方です。お試しあれ。未婚率の上昇、育児休暇制度の充実による離職率の低下、再就職者数の増加などを背景に女性の就業者数は増加しています。労働力不足が懸念される中、女性の社会進出が活発化することは非常に望ましいことです。しかし家事が減るわけではありません。洗濯は全自動になりましたが、畳作業とタンスへの収納作業はなくなっていません。その他お掃除と買い出しもあります。女性が家事を行うという現在の延長上にある未来では、働く女性の休日は家事で終わるということになりかねません。加えて全自動洗濯機を作るのにどれだけのエネルギーを必要するのでしょうか。鉱石を掘り出して鉄にし、部品にして組み立て、流通センター小売店に輸送して、やっと家庭に設置されます。この間の資源使用量と人的労働資本、エネルギーの消費は膨大なものであり、距離の移動に伴う環境汚染も相当なものです。その一方で洗濯機は1週間のうちほとんど稼働していません。まして単身世帯が増える中で稼働率は下がるばかりです。ほとんど稼働しない洗濯機のために、人的労働資本とエネルギーを無駄遣いする必要はないはずです。今でも畳を代行するランドリーはあり、2000円から3000円の代行手数料を取ります。私たちのランドリー事業は月額制ですが、1回あたり850円から1000円程度で利用できます。ちょっと高めのランチ定食並みにすることで、女性の社会進出を促進して経済活性化に貢献でき、さらに女性が家事から解放されて文化的休日を楽しめます。加えて全自動洗濯機を共同利用し、鉱物資源やエネルギー、人的資本を賢く使うことにも貢献できるのです。洗濯機が壊れたら次は買わない、これを社会現象となるようにしていきたいと思います。最後に第三創業の時代を共に生き抜く社員の皆様に、今後どのように変化成長していただきたいかをお話しさせてください。人事部とシミュレーションをした結果、利益率を維持した上で売上高1000億円を達成すれば、 D 職の給与水準を1000万円の大台に乗せることができることが分かりました。ここで障害になるのが、B 職は年齢が高いものが多く、保守的なものも多いことです。狂気とはすなわち、同じことを繰り返し行い、違う結果を期待すること、とアインシュタインは言っています。昨日と同じ営業をしても売上は上がり続けません。その典型的なセリフが、在庫が、大型現場がなくなった、です。在庫に対応するシステムを作ろう、大型現場に依存しない売上構造を作ろうとは思ってはいるのでしょうが、行動を起こすことはありません。そこで給与形態の業績連動給割合を大幅に増やしました。売上高が1000億円に近づけば近づくほど給与が1000万円に近づき、売上が1000億円を超えると給与が1000万円を超えるように改正しました。環境は常に変化しています。心理は変わらないと言われますが、その心理とは、変化していくことは変わらない。一言で言えば、諸行無常なのです。企業30年説というものがありますが、企業の寿命が30年なのではなく、事業寿命が30年なのです。事業は会社が提供する一事業カテゴリーであり、一事業だけ営む必要はありません。
私たちは一事業が衰退する前に次の事業を生み落とすことで老若男女が幸せを維持できる人間集団を作ってまいります。子供が一人前になるまで20年を要すように、新規事業も企画に2年、単独黒字になるまで3年、一つの事業と言えるようになるまで5年、合計10年はかかります。だからこそ今やり始めなければならないのです。次の事業を生み落とすことが必要であると申し上げましたが、人間と違うのは基本的に事業は短命であるということです。人もいつかは死んでしまいますが、たくさんの命を授かることで一族消滅を回避してきました。事業も同様で、たくさんの事業を創始することで会社消滅を回避しなければなりません。しかし母体が死んでしまっては意味がありません。私たちはリスクを財務許容範囲で取ってまいります。例えばダーウィンはオペレーティングリースを組み、1年で7割も焼却しています。また巨額投資であった電算システムもリースが2020年には終了するように組んでいます。これは東京オリンピックの反動による景気低迷を警戒しているからです。過去の自分の行いが今の自分を作っているのではありません。新しいことに挑めないのは過去の失敗経験があるからではありません。未来に失敗する姿を想像して挑めないのです。過去の行動が今の行動を決めるのではありません。新しい未来を想像して今の行動を決めるんです。私たちは未来からとうとうと流れてくるまばゆいそよ風のような時間を感じながら生きていきましょう。最後になりますが、日建レンタコムグループのますますの発展と皆様のますますのご健勝と幸せの創造を祈念申し上げます。